カメラ回していきます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は皆さんどこからいらっしゃったんですか？瀬戸市です。稲沢市です。天市この隣ですね。隣ですね、はい、結構遠いんですか？1時間ぐらい。昨日僕30歳になって おめでとうございます。調子はどうですか？寒いです、ね、大丈夫です。私も前半もありましたが寒かったです。緩めの競技ゴルフなんで楽しく行きましょう。ありがとうございます。おお、ナイスショー。逆玉ですか。おお、ちょい右だけど林の 中でも OB まで行ってなさそう。うん、ナイスショット。うん、ナイスショットです。またピン位置が難しい。結構手前に切ってありますピンが。おお、うまい。ナイスショットです。今日はどちらから来られたんですか？愛知から。名古屋から。岐阜県羽島市です。岐阜県、はい、どちらから？名古屋。みんな有給使って来てます。あ、ありがとうございます。あ、エポンだ。今日のエポンの調子どうですか？今日のエポンはダメです。今日のエポンダメですか？火を吹かないです。最近火を吹きません。吹かないですか？じゃあこっからですね。あ、サウスポー。そうです。ちょっとびっくりしちゃいました。ちょっとお尻取っちゃってます。すいません、すいません。おお、足がキュッと締まってていいですね。写してる時に OB はいました、ね、いないです。よし。それはこれ期待していいですか？いきますよ。じゃあ声出しときますね。あ、あ、おー、ナイスショー。あれ、今日一出ちゃったぞ。ちょっと全然違うじゃないですか。おお、エポン。でもこれ残りますね、右サイドに。おお、これも戻る。フェアウェイですね。あ、9万おめでとうございます。ありがとうございます。え、もう行きました？あれ、行ってないですか？行ってないですか？今朝見たら 8.9 万人だった。そうそうそう。フライング。私は 1.5 ヶ月ぐらい前にこの人に勧められて見出しました。はい、どうですか？見てみて。はい、楽しんで最近は毎日見てます。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。こんな企画やってほしいとかありますか？フィードゴルフもっとやってほしいですね。お、純ちゃんの。なるほど。おお、わかります。このライは出やすいです。失礼しました。あっちにね。おお、え、めっちゃうまくないですか？お、いいんじゃないですか？これはナイスオンです。ナイスリカバーです。今日はどこからいらしたんですか？この2人は浜松から。浜松から来ました。遠いですよね。遠い。1時間30分。ありがとうございます。僕は豊田市から来ました。豊田市から。ここですね、地元です。地元住んでるのがここですね。です。初めて。まだラウンド5回ぐらいしかしたことなくて。今ですか？はい、嬉しいです。初心者で来ていただけて。ありがとうございます。滋賀県からですけど。滋賀県琵琶湖。そう、2時間ぐらいとか。2時間弱やけど、あ、下道やから3時間ぐらいかかります。ありがとうございます。3時間もあ、え、ってことは昨日の夜。あ、夜にもう入られて。おお、ドロー。ちゃんと計算された。うわ、うまー。おー、うまい。てかほんと強い、みんなカメラに。お、これも右からちょい手前。頑張っていきましょう。おー、うまいし、めちゃくちゃナイス。なんでゴルフ始められたんですか？僕は友達と一緒にゴルフを楽しみたいっていうのがあって。うん、周りにやる人も多くてみたいな。そうですね。あんまりいいイメージ持ってないだろうって言われて、持ってないよって言って、いや、友達と回るの楽しいからって言われて、じゃあお前がそこまで言うならやってみようかなって思ってやったら楽しくて、うんうん、それで始めましたね。まあ25年ぐらいですけど、10年ぐらいやめてたんで、で5年ちょっと前から始めて。3月までずっと15年海外にいまして、4月に戻ってきました。どこ行かれてたんですか？東南アジアです。お、インドネシア、フィリピン、インド。土日ずっとゴルフです。じゃあ そういうことですよね。そちらの方にいらっしゃるってことは。あ、インドネシアで YouTube で、
見てくれてたんですか？見てました。ありがとうございます。どれぐらいされてるんですか？20年ぐらい。ベテランさんですね。いやもうベテランというか、なんというか。持ち球はドローですか？引っ掛けです。いや今完璧なドローでしたよ。はい、お願いします。おお、めっちゃいいじゃないですか。ほうほうみたいな。今日一ですか？今日一、今日一。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか調子の方は？いやもう最悪。やっちゃったホールがあります。グリーン周りも難しいですし、本当に上につけたらさよなら、うん、終わりです。そうですね。ゴルフ歴はどれぐらいですか？僕が3年です。うんうん、私はもう半年ぐらい短いです。2年半ぐらいです。今ベストはおいくつですか？僕いいんすか？本当のこと言っちゃって、はい、本当のこと言ってください。101です。全部我流でやってるんですよ。お、私も113。お、じゃあ、今ので113ショットですか？今の。そうなんですよ。やらかすところがすごいあるので。そうです。そっか。さあ、セカンド地点です。おお、いい、ナイスショット。本番に強いタイプ。本番に強いですね。ナイスショットの。ちょっとクリークだけはやめよう。止まるね。大丈夫、脱出しましょう。おお、ナイス。でもいいですよ。すごく最後の枝に当たらなければ完璧でしたね。今そうですね。ゴルフ楽しいですか？めっちゃ楽しいです。本当ですか？はい、やってよかったですか？めっちゃよかったです。友達増えました。あ、一番いいですね。はい。おお、でもいけてますよ。あの隣のサブグリーンに。あ、グリーンあっちっすか？あ、ちょっとそうなんですよ。あっちっすか？今日あっちだったっす。旗立ってる方がグリーンなんですか？そうなんです。旗立ってない方だと思いましたよね。思ったよ。だって旗は 赤だからダメかと思って。そうですよね。ちょっとなんだ面白いな、名古屋の人。パーリーゲイツのリーダーチェックといえばパーリーゲイツ。この日のために使ってきた。あ、おしゃれ。見せるため。左だ。でも大丈夫じゃない？乗ったんじゃないですかね。今日は東名古屋カントリークラブに来てます。今日は晴れの予報でしたのに、なぜか雨が降っている。絶対誰か持ってる。これ雨を呼ぶ人がいます。なんと私ですね、今年ワーストですね。きっとこれレディースティーからはちょっともう一回リベンジさせてほしいと言いますかですね。今日は前半なんと50回叩きましてですね、一緒に回られてる方に気を使われました。心さん大丈夫ですか？なんでなんかすいませんみたいな。あ、ちょっとねいいとこ見せたかったんですが、どうにもならなかったです。はい、じゃあ追いつきます。お、パターで寄せてった。おー、わー、すごい。なんか名古屋の人めっちゃカメラに強いんだよね。来た。あー、惜しい。ナイスインです。めちゃ惜しい。メセインです。今日はどちらから来られたんですか？え、俺言っちゃっていいですか？はい、三重県です。三重県。はい、岐阜県です。岐阜県。愛知県です。愛知県。三重は遠い？いやいや、車で1時間くらいですか？半ぐらいで。今日はどちらから来られたんですか？名古屋です。名古屋。ここは第1回目出ました。あ、東京の方に。みのり、はい、ありがとうございます、はい、あのバタバタしたコンペから、はい、とっても楽しかった。ありがとうございます。おー、ファー。お、いいファーですね。初めて出たよ今日。おー、ナイスショー。おー、完璧。完璧じゃないですか。お、左だけど、でもこれ大丈夫ですね。好きなクラブは何ですか？
ドライバーです。おー、今良かったですもんね。良かったです。僕7番です、ね、7番や、はい、はい、ユーティリティです。ユーティリティ、はい、ドライバーです。ドライバーです、はい、47インチのドライバーです。あ、長めですか。長めです。今どっか飛んでいっちゃいましたけど。どっか飛んでいっちゃいましたけどね。おー、しっかりフィニッシュ決まってていい感じです。イエーイ。0番走を購入してくれた方がいらっしゃいました。もう一個ありますよ。あ、どうですか、ウェッジの調子は。めっちゃ調子いいですよ。お、寄せ1増えました。増えました。何がいいですかね。16パットした。おー、すごくないですかそれ。今日はどちらからいらっしゃったんですか。岡崎から来ました。僕は名古屋市。名古屋市で。調子はどうですか。大丈夫です。皆さん同じような表情してます。ボコボコです。ボコボコにされてますね。全般になる。おー、すごい弾道高い。おー、あー、ちょっと止まりました。お、弾道高い。ドン、ナイスです。お、うまい。これはいいんじゃないですか。おー、ナイスオンです。完璧。仕事を部下に任せたままに。任せたままに。頼れる部下がいますね。頼れる部下が仕事どうなっとるんですかって LINE 送ってきました。昨日の2時まで仕事してました。あー、お疲れ様です。どうですかこのゴルフ場東名古屋。随分元取りました。元取りました、はい、前半でね。前半で元取れてますか、はい、どうですか。いいコースたくさん回れるんで、はい、こういう機会がないとなかなかそういうことないんで。ありがとうございます。今回の企画はすごい感謝してます。おお、ナイスバーディー。お、ケースウェッジのナイスです。おお、フィニッシュはしっかり取られてます。お、いいんじゃないですか。ます。あー、ちょっと短いけど、お、いいんじゃないですか。ここのチームはフィニッシュがみんな綺麗。あ、でも超えました。頑張ってください。どうですか今日の東名古屋カントリークラブの調子は。おじさんにはちょっと長いです。長いですよね、はい、どうですか今全会場来られてますが。はい、ずっと調子が悪いといえばいいわけなんですけど、やっぱりこれは実力なんだと思って改めて分かりました。ちゃんと下調べしてきたんですよ、僕作って。すごい。自作の作ってる。自作ブック、はい、自作ブックです。お、でもスイングが超綺麗。ベストスコア74、はい、おー、ナイス、ナイスオンです。お、これもいいですよ。ここレベル高い。あ、でもでも奥よりは。2人が言ってました。YouTube で見るより全然綺麗だって。いや、ありがとうございます。私はどっちも綺麗だと思ってるんですけど。ここはなんと2サムになってしまいました。1人欠員が出ちゃったみたいですね。ベストスコアはちなみにいくつですか。ベストスコア102ですね。お、いいですね。楽しい時ですね。楽しい時です。119です。お、こっからですね。そうです。ゴルフ歴はじゃあ2人ともまだ1年1年ぐらい。あ、もしかしてまだ若いです。23になりました。若っ。22です。若っ。何ですかその貫禄。よく言われます。お、やばい。やばくないですよ。ていうか1年でそんなにスイング綺麗ですね。お、隣のグリーンに乗りそうです。大好きやん隣のグリーン。隣のグリーン。ワンオン全部右のグリーン。おー、軽く行きましたね。新映像が撮れるよ。はい。結構高いですけど。おー、うまいじゃないですか、ね、撮っといてよかったですよ。次の組うまいらしいんでこっち側から撮影したいと思います。おー、ちょい左。おー、みんな左だ。お、これはうまそう。来い。おー、ナイス。
どうですか調子の方は。最後のターンオールって言ったらみんな緊張しちゃってさ、キーグラウンドから緊張してどうすんの。おお力強いバンカーかな、ちょっぴり。おお、ナイスショー、めちゃくちゃいいじゃないですか。おお、いいじゃないですか。大丈夫、うん、超えました、ナイスです。フェアウェイバンカーから脱出します。おお、うまー、ナイスパンチショット。はい、ありがとうございます。ラフから。おお、うまい。前の組が言ってた通りです。強一でした。強一ですか？ありがとうございます。ナイスショットです。ナイスです。うまっ。お、これも寄って、うん、寝そんでーす。もう今日はパー1個だけです。わかります、私も午前中1個もパーありませんでした。スコアボロボロでもやめれないんですよね、スコアボロボロでも。そうなんですよ、そうなんですよ。もうボロクソにされてもね、次次っつったらずっと続けろ、次次って最後ダメだったら明日って言ってね。そうですそうです、そうです、それ一生続ければいいんですよ。低い、おっ低い、当たりましたね。おお、多分大丈夫です。左の斜面で戻ってきてると思います。 ECC の初めてのリンゴルフコンペから、そうです、この間も来ていただき、みのりも来ていただき、今日また来ていただきました。今日は和歌山からですよ。ありがとうございます。いや本当に嬉しい。おー、ナイスショー。ちなみに一番好きな動画はどれですか？僕は美穂ちゃん推しなんで、はい、リサちゃん対決。あ、この間のですね。僕はフィッティングとかグッズ、道具系のあの動画結構好きですね。フィッティング系、はい、あとリゾートゴルフ系も好きです。リゾートゴルフ系、はい、海外旅、そうですそうです、はい、おお、いいんじゃないですか。おお、出ましたよ、ナイスアウトです。お疲れ様でした。どうでしたか、こころさん。はい、こころさん疲れました。久しぶりですね。またハイテンションのまま駆け抜けてきました。そうですね、コースが難しかった気がします。お、さすがのりさちゃんも、はい、難しかった。なんかグリーンが見えない、いつもティーグラウンドから。そうだよね、なんとか100切ったぐらいです。おお。前半50だったんで、後半は死んでも40代って言って、うんうん、耐えた耐えた。なんだろうね、なんかすごい長いし、知らぬうちにさ、スダボみたいな。そう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 、だよね。OB1 回もないもん。 OB1 プレー1回もないもん。ないのにもかかわらず、はい、あ、動画だよ、動画だよ。はい、できました。マジっすか。嬉しい、こんなの持ってきてくれ。この人見たことありますね。誰ですかこの人。え、本業です、本業です。本業なの、本業です。はい、あんま似てないですね。似てますよ。似てますよっても感じ。美味しそう。豪華ですね。1位から先に言います。お、東のアウトで39、東のインで37、クロスで76の出た、東野さんが、1位でございました。皆さん、たびたびお疲れ様でした。福岡では優勝できなかったので、今日やってやろうと、実は思ってた。思ってた。思ってたかったり、はい。でもコースが本当に思ったより難しかったので、結構頭使ってラウンドはしました。優勝できて本当に嬉しいです。今日はありがとうございました。一緒に回っていただいた3名の方もすごいいい雰囲気を作っていただいて、回りやすく、楽しくゴルフができました。でコース自体は初めてだったんですけれども、皆さん言われているように本当に難しくて、
1打目どこに打ったらいいんだろうとか、ドライバー落ちるところに川があるとか、グリーンが見えなかったりとか大変だったんですけれども、耐えればいいことがあると思ってずっとやってました。御殿場にも行きたいと思いますので、今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。